ババヤ小太塚。どうも、男性 TV の神武です。今日も小太塚の時間がやってまいりました。さて、今日の小太さんは2番ってことは隠れ毛玉ウサギ。それでは早速開けてみましょう。美味しいガム付きです。まず美味しいガムからいただきましょう。あれ、うまっ。このね、袋ね、なんか破れにくい時がありますね。完成しました。隠れ毛玉ウサギはアップでどうぞ。結構小さいですからね、かなり寄らないとね、表情までは見えないんですけど、黒くてでっかい目ですね。ちょっと怖いかもね。ウサギさんは可愛らしいですね。隠れ毛玉は寄生した動物によって姿を変えるんですね。今回のはね、ウサギなんですけどね、隠れ毛玉はね、毛のある動物の数だけ種類がいてそうですね。はい、そんな感じで今回の小太図鑑は2番の隠れ毛玉ウサギでした。大成 TV